長女めぐ、次女ジョー、三女エイミ、ー、そして末っ子のベス。従軍中で父親が不在の中、優しくしっかり者の,の母親と暮らしていました。慣れない裕福な隣の家との交流や姉妹の角質、恋愛、失恋など様々な試練を乗り越えて成長していく姉妹。しかし末っ子のベスが病で倒れ、そのまま亡くなってしまいます。悲しみに暮れる姉妹。 そんな中自助伝私のベスをジョーが執筆しお世話になったニューヨークに住む教授へ送りますするとジョーたちのもとへその教授が訪れ一冊の本を手渡します私のベスはたくさんの人の心に残る名作となったのです